日本鳥取県境港市、西の上町西の上町は、鳥取県境港市の地名。定番を持たない、単独町名である。郵便番号は684-0055。米子空港、航空自衛隊見ホ基地が置かれる。境港市の南端部にあたる。弓浜半島の北部に位置し、東は見ホ湾西は中海に面する。放棄市によれば、 枝里には、東西、中原があり、林村へは、南の大篠の津村へ半町、西の足津村へ18町、北の小四の津村へ20軒余り、東の弓ヶ浜へ3町。長い支店前県道より、大篠の津方面を望む助明らしん。メインストリートの家並江戸から明治22年の、村名は、助光村。 明治二十二年から昭和二十九年の中浜村の大技な、放棄国会見軍のうち、鳥取半寮、枝里に大崎村があったが、今日は三年に行った村として分村した。当村の集落の中心は、東部の三保湾沿岸であったが、近世初期から南部、西部に広がる荒地が開発され、新海町の移住が、相次ぎ西部の中海沿岸部には、枝里の統制、 中原が開かれた。法暦9年に米川用水が開作されて、以後神殿開発は一層進められ、弓ヶ浜南部の深海地の大崎村は、日田村として独立、分村した。農地は荒綱の焼き畑が多く、水田はわずかだった。米川開作後、水田開発は進行したが水田比率は低く、安永年間に伝来した干所が長く村民の、 主食とされた。当地にある、道祖神の祠にちなむという。宇治神は大師の津村にある、諏訪大明神地内には、昭子が三、辻堂が一、主言の金星院、李星院がある。寺は、総当宗西雲山喜び伝示で、慶安年間に廃寺となったが、今日は三年保元寺の住職例内が再興したと、伝えられる。古史の津村の総当州、流泉寺を、 旦那寺とする村民が多く、喜び伝授は、間もなく、廃寺となった。理性院のご免地は、境内の東西19県、南北8県、文久2年、佐々木宗志郎が史塾を開設した。長山義監査明らかみ灘にて、地引,引き網木風景製品の部食料品の部機械器具の部電気器具、燃料の部木材、木材、家具の部受け負い工事。 土建資材の部水産の部観光、サービスの部その他の部昭は45年防衛庁は、美保基地使用滑走路の角度を期待26度変更する付け替え計画を発表し、周辺住民の同意のないまま工事に着工した。滑走路の角度変更に伴って、直接飛行機の進入コースの下に入る西能上町は、 C46 輸送機に変え51年配備の C-1 ジェット輸送機の騒音はもとより生活生命が脅かされる危険が予想されるため会合に会合を重ね苦慮した結果、全個集団移転の意思を決定した。しかし全個移転ともなれば絶対反対賛成と論議をかす結果となるのは当然で、両者骨肉の争いとなったのは紛れもない事実である。 加えて滑走路変更工事は、住民無視不在な進行により、問題解決が遅れることとなりかしわぎ一郎、境港市長は、政治生命をかけても解決せんとの条件を掲示し、賛成の方向に力を与え、多くの問題を残したまま集団移転への軌道へと動き出した。西の神町民は、心情として、祖先伝来の住み慣れた土地への愛着を感じながらも、 新生更新庁へ、昭和58年集団移転は終了した。伊藤藤藤主卓宅虎松あだち所へ、長山県有。ありがとうございます。